弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちの家の通りに鍵をかけていた。そこへイエスが来て、みんな真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手の脇腹ごと無事になった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた、あなた方に平和があるように、父が私を使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らの息を吹きかけて言われた。聖霊を送りなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ、許されないまま残る。アーメン。この中でも重要なのは終わりのところですね。22、23ですね。一緒に読みましょう。そう言ってから彼らは息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ、許されないまま残る。アメン。アメン。このところ非常に大事なところですね。聖霊を受けよという方ね。この時に聖霊を受けたんだという人がいるんですけど、それはまだ受けてないわね。聖霊はこの後ペンテコステの50節の日に下ることになりますけどね。これは象徴だな。ふーっと息を吹きかけて聖霊を受けなさいと言われましたね。で、聖霊を受けるということは、その結果ですね、人を許す力、許さないになってしまう、そういうことも起こってしまう。そういうこの罪を許す力が与えられる。それから許せなかったらそのまま残ってしまうというね、ことの結果として起こるんですよ。これ息を吹きかけたというね、イエス様が復活されましたね。今まで3日半に寝て休んでおられたという、死んだというね。だけども3日目によみがえられた。そしてこの霊をお弟子さんたちに与える。聖霊を受けください。聖霊を受けたらどういうことが起こるかというと、そういう罪を許す力が与えられるということなんですけどね。これ何を意味するのか。この罪を許すということはね、基本中の基本です。主のイエス様の教えの一番大切なところね。罪の許しを全ての罪に、また全ての罪を許す、する、それがこ
このイエス様のお弟子さんたち全てにね与えられた使命ですね。イエス様はね、何しに来られたんですか。イエス様は、そんでそこら、そんでそこ、そどこにでもおられる人ではない。何しに来られたんですか。それは全ての人が、アダム、エヴァの時代からですね、人間の先祖と言われているアダム・エヴァの時代から罪を背負って人は死ぬものになってしまった、ね、そういう状態から解放するために元の死なない人間にするためにですね、イエスも来られたんですね。この創世記を見ますとですね、創世記2章の7節をね、目を開けてみますと、創世記聖書に載ってる旧約新約聖書、聖書の一番初めの方やな、2ページかな。人間は何でできてるんだろうかというね、人間の構成要素な、2ページね。創世記2章の2章の7節やな。死なる神には土、アダムの父で人、アダムを語り作る。その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。伝えますね。人間っていうのは土で、体はね、土の地でできている。格好の、どういう格好をしてるかと神様との同じ形に作ってもらったんですね。命はそこからできたんじゃなくて、花にね、息を吹き入れられたんで、人間は生きたんだとかだよね。命というものは何か、花に、私たちは、どうする、息を吐いて進んでますけどね、人が生きているかどうかを見上げるときに振動が燃えているかどうかということを、見ますけどね、もう一つ息をしているかどうかというね、あ、この人生きてるというのね、息をしているということから、生きるとなんかに始まったようですね。生きているということ、息をしているということでなんか始まったらしいですね。だから息をしているかどうかということもね、生きているということの証拠であるということが、それでまた判断するというね、その時に心臓を埋めてるっていうね、医学では瞳孔が開いてるかどうかね、目の玉のことか、お医者さん、死んでる 人が死んだか生きてるか、目の玉のことかで、パッと開いてね、それで懐中電灯で瞳孔が開いてるというね、それで懐中電灯当てましたらね、その薬で反応する。その何も反応せんというかね、もう死んでるというね、ことで判断する。それが他にも考えられるんですけど、もう振動が動かないわけだから、だんだん血が回らないわけだからね、冷たくなってくるね、息もしなくなってくる。
死んだ印としていろいろあるんですけど、まあ、3つ4つの印がありますね。人間がね、この死ぬということですね、それから死んでない意識がない、そういう人もいます。気絶してるというね、そういう場合がありますね。それはまだ生きてるんですね。気がついたらね、意識が戻ってきたらね、まるように分かるんですけどね。いや、私もこの間、昨日かな、おとついだな、西内の釜ヶ崎、大阪西内のね、釜ヶ崎の道で倒れてる人がいましたね。いや、そこはそんなにいっぱい人が倒れてるんですよ、道端でね。でだからね、もうほかされてるんですね。で、私もそのぶっ倒れてる人を見ましてね、で、この人生きとってるかどうか思ってそば行って、だ心臓が動いてる、ね、それから息をしているということがね、分かってます、分かるんでね、生きてるなと判断したんですけどね。それでわざわざその意識が戻れるようにということで、ね、叩いて、それでその場目覚めて、それでね、まあ、そばそこまで進むすることはないと思ったんですけど、まあ、お腹がね、へこんでるたり膨らんだりしてるのが分かりましたんでね、この方は亡くなってはおられないなというのが分かったんですけどね。そういう人なんかね、よういるんですよ。もうそういう人がいっぱいいる、ゴロゴロいるね。それで下手にですね、私たちが、私がですね、そこでその、どうしたんですか言うてね、で息が戻って、それでスッとね、そのまま立ち上がるというね、そういうことをしていいのかなと考えたんですね。すみません、倒れておられるのか、何をしてあるのか、寝ておられるのか、なんか知りませんけどね、気持ちよくってね、寝ておられるんじゃないかなと思うとね、下手に起こしたらまずいと思ってね、そのままにしておくんですけどね。で、わし気持ちよく寝てるんだよ、なんでこそやって言われてしまったらね、ね、もう怒られますからね、まあ、それにしても、おかしなところで、道路の真ん中ではないんですけど、隅っこなんですけどね、まあ、倒れてるという、寝ておられるのかも分からないんですけども。判断が難しい。自分でそういうふうに安らかに休もうと思って寝ておられるのがですね、まあ、なんか急に意識がなくなって倒れてしまったというので、そういう形で寝ておられるのがね、まあ、分からない。だけど、ただ生きておられるなということが分かるというね、まあ、そういう人もいっぱいそのおるんですね。まあ、偉いところですわな。それで私はいつも思うね。そこでね、その下手にですね、今休んでおられるところをね、起こしたら悪いなと思ってね、それで今何もしないということが多いんですけどね。まあ、この間も、オリベー内科がこの近くになりますけどね、私も時々行けるんですけど、そのオリベー先生に1ヶ月に1遍ぐらい薬が切れますんでね、一遍先生に尋ねようと思って尋ねたことがあるんですけどね、隣のね、マナレさんの奥さん、サコンさんという人がおってるんですけど、その人が死んでて、それで生き返ったというね、ことで大騒ぎしたという話があったんでね、それで一遍その担当医師がね、誰か、オリベ医者やと聞いてましたんでね、
それで訪ねたね。そこで前話したかな、ね、で訪ねたんですよ。そしたらそれ誰やったかなっていうね。なんせね、いっぱいいるんですって。死んだと思ったらね、蘇り生き返ったというね。そういう人がね、彼の医者という仕事をしてるとね、結構いるんですってね。だからどの人を言ってることを言ってるのかなというくらいのことだと思うんですけどね。まあ、とにかくそういう死んだ人が蘇るね。イエス様の場合はもう完全に死んだおられたわけね。でそのお医者さんのである人が偶然そういうふうに死んだような人が生き返るという事例にね、自分がその担当になるのは、まあ、そんなに多くはないけども、まあ、たまにあると。だけどイエス様の場合はもう完全に3日もですね、死んでおられたというね。それで蘇られたというね。これはもう大変これ不思議なことですね。まあ、その話はこの前しましたね。それで、まあ、そんな同じことばっかり言うようになるんですけどね。もう今日はそれをやめましてですね、その後ですね、イエス様はその蘇られたご自身が蘇られまして、その蘇りの霊というかな、人間の命はどこから来るかというとね、その霊にあるんだということをね、この聖書に書いてあるね、創世記の2章に、死なる神は土の塵で人を作り、死なる神は土の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられたね。それで人は生きた。だからその人間が肉体を持って、それでそれが非常に素晴らしいこの肉体をしてるからですね、その肉体の力で命というか生活するというか、活動する、生きるという、そういうふうにはなくて、そこに命の息を神様が吹き入れられて生きてるんだということが解説書は書いてあるんですね。だから人間がですね、その猿から進化してね、それで人間の今現在の人間のような、まあ複雑な考え方ができるようになった、いろいろ生活することができるようになった、それそういうその肉体の力が優れてるという考えがちなんですけど、本当は命の息を吹き入れられて人は生きるんだということでね、それで科学の考え方とはだいぶ違うんですよね。聖書はそう書いてあるからね。私たちはそんな何を吹き入れるの、命の息を吹き入れなくったって人間は生きてるんじゃないかなと思うんだけどね。それからその後そのアダムとエヴァの聖書のエデンのその話があってですね、で蛇がちょいちょいやってきて、それに天が悪を知る木の実をね食べるというね、それから人間は死ぬようになってしまったというのは、なんかねこれ何残っちゃうなというところですよね。それは科学はそんなことをあえてしませんよ。ね、聖書の話なんてのはもう馬鹿にするようなことですけどね。いろんなことをいろんな教えがあるんですけど、で私たちはこれを聖書を読んでね、神様がいろんなことを教えてくださって、これは恵みだと思うんですけどね。人間は少なくとも、この命の息を持って神様がくださる聖霊ですね。これ聖霊と書いてないけどね、これ息という言葉と霊という言葉は同じ言葉なんです、ね、その前後関係によってこれを息と考え訳す、それから前後関係で霊と訳すと、あるいはもう一つ風というのは、あるいは
空気というような言葉でも問題なんですね。そういうふうに前後関係でどういうふうに訳すかということが決められるという言葉なんですね。ですからこの言語を使われているこの言語はね、息を吹きかけられたって、風を入れられたとか、あるいは空気を入れられたというようなそういう意味があるんですね。ですからこれ言語をね、言語ってヘブライ語で書いたんだけどね、これ結構ややこしいんですけどね。で人間の命というものね、の根本というかな、大切な命は何にあるかと、この息にあるというね、生霊にあるね、それが霊は霊でも悪い霊と汚れた霊とね、それから清い霊とこう区別する場合もあるんですけど、人間にこの与えられたのは霊は霊でも神様の霊が与えられてね、それが新約の聖書の前になったら聖なる霊としてね、聖霊としてね、こう書かれてますけどね。で神様イエス様はよみがえってね、その自分がよみがえの力を神様から、父なる神様からね、お医者に頂いて、それを私たちに注ぐようにされたんですね。でその場合は聖霊というふうに同じことが変わって、言葉も変わってますけどね、マタイによる福音書とルカによる福音書を、ね、比較したら分かりますけどね、マタイによる福音書は同じ場所を神の霊と訳したのね。だけどルカによる福音書は同じ場所を聖なる聖霊と訳したのね。そういうね、同じ同じイエス様の伝記、イエス様のことを書いている書物でもね、その違いがあるんですよ。神の霊なんですね。神の霊を私たちはもらって、そして私たちは生きるというね、そういうことを基本的に知ってなければね、この辺のところが分からなかったね、こう聖書を読んでも女の子じゃ分からないわけですね。イエス様はね、息を吹きかけられたね。だそれはこの創世記2章7節のことを念頭において考えるということですね。だからお弟子さんたちによみがえったよみがえってお弟子さんたちの前に現れてね、息をふっと吹くんですよ。聖霊を受けようと言われたのはね、この命を受けようというのと同じですね。だから創世記2章いやヨハネの福音書の2章の2章の彼らに今日そう言って2章22章ヨハネの福音書の今日の場所ね、20章の22節ね、そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた聖霊を受けよって言われるのはね、創世記イエス、ヨハネによる福音書のね、20章、ね、の22節、ね、そう言って彼らに息を吹きかけて言われた聖霊を受けなさい。とこの言われたのはね、この創世記の2章の7節にある息を吹けられて人は生きるものになったというね、これとの関連で言っておられるということを考えないと、正しい神様の霊をもらうという正しく理解できるからね、神様の霊をもらう人は生きるとして、聖霊をもらうというか、それで聖霊を受けなさいと言われたね、この言葉、その聖霊というものは一番大切なことは、聖霊は命なんだ、命の元なんだ、命の本質なんだということですね。人間を生かすものは聖霊なんだということですね。皆さんも生きてます、聖霊をもらってるから生きてるわけね。これ聖霊を受けよと言われて、イエス様言われた、今聖霊を受けるため
結果として聖霊を受けた聖霊が望まれた私たちの中に宿られた結果としていろんな賜物がいただきますけどね、まあ多くの場合も、まあ、解釈もいろいろ解釈するんですけどね、それ賜物をいただくことなんだと、まあ、賜物は賜物だと永遠の命をいただくことなんですね。それが一番基本なんです。ところがそう考えないでね、その伝道する力、それからいろいろ奉仕する力、ね、いろいろし、あの癒す力とか、あの奉仕する力とかね、いろいろな賜物をいただくことなんだというふうに、その賜物の各国、ちっちゃなあのいろいろ、いろんな賜物がありますよ。知恵の賜物、地域の賜物、ね、9つ賜物があるとか、7つほど賜物があるとか、聖書に書いてありますけどね。普通ね、そっちばっかり考えさんはってね。ね、その威厳を語って、それを威厳を解くという、そういうその細かしいことは分かるんだけどね、そんなことはあまり言っても意味ないんですよ。一番大切なのは命をいただくんだという、こういうことを考えないで、あの考えない教会がほとんどなんですよ。少なくともクリスチャンではね、イエス・キリストを信ずる者の一番大切なのは永遠の命なんですよ。天国行くことなんですよ。そのことが一番基本なんですよ。ところが、その多くの場合はそういう考え、それもある。だけど、そのことよりもですね、いろんなこの細かしい、過去の資格、いろいろ小さいこと言われますけどね、そういう、あのそういうこと書いてあるマスコで、細かいことの方の、あの詳細の方ばかしに切り取られてですね、大事な命をいただくことを忘れてしまう。ね、それで聖霊をいただくことをそんなにあまり大切に思わない人もおってるんですよ。で、私はね、もうある先生にこの辺出会いましてね、あんたらの教会は威厳を語ってます ね、私そんな威厳を語ることは大切なことだとは思わないんですけどね、という話をしておられました。ね、よく私と違うな、考え方が違うな、ね、ちゃんと教えてあげないといけないなって、な教えるっていうのも変な言い方だけど、その方は大学の先生やから連元ね、だから教えるのも逆なんだけどね、うん、それこそ何ですか、釈迦に説法だね、下手したら釈迦に説法ね、キリストに説教、ね、キリストに説教する、釈迦に説法する、逆、物事逆、ね、になってしまわんいかねないんですけどね、分かりますか、ね、聖書ではこの聖霊がもらっていただいた時に威厳を語るということがね、まあ、大体印として書いてあるもんね。だからそれを強調するわけだけど、威厳を語らなければ、あれです、威厳を語るということはそんなに大切だとは思わないんですよ、言うてみたらね、私もちょっと、もうちょっと教えたらいいかなとは思ったけどね、下手にしたら、しゃがり説法、ね、キリストの説教ね、なってしまうというね、ことなんだということをすごい思ったんですけどね、意味わかりますか、ね、だから聖霊をいただく、もらう、聖霊を受けるということはね、それは印としてですよ、印ですよ、威厳を語ったり、予言をしたりするというね、いろんなことが起きるんだということがわかるわけね、そのいろんなことが起きること、ここの賜物をもらうことばかりに思いがあったらね、賜物をいただくことに主眼があったら、ね、いや病気を治す力、それは素晴らしいです。
ね、もう奉仕する力、人にはできないほどいろんな奉仕をすることができるようになる、すべての人を愛する力、またアテレサのようなね、愛の人になる、ね、それも大事ですよ。さあさあ無駄って言ってんじゃないですけど、大事なのはそんなことよりももっと大切なことがある。それは生きるということなんです、ね、生きるというものすごく大事なことね。神様の子供として生きるんだっていうね、そのことをあんまり言わないんでですね、いろいろこのそこたまもんって特別なそういう能力をもらうことなんだと異変を語ったり異変を解釈をしたりですね、何を言ってるのかそれを分かる人がいるんだってもういるらしいけどね、うん、そんなことを言えばもう神様の霊をもらうということは、ね、イエス様が復活された、私たちも復活するというね、そういうことの方に中心を置いて考えないとね、枝葉の問題を捉えたら本質を間違えるからね。わかりました？だからこれ息を吹っかけられたんだから生きるんですよ、永遠の命もらうんですよ。別のところではね、あなた方その新しく生まれなければ神の国を見ることができない。ヨハネの福音書の初めのに書いてある3章から4章って書いてあるのもね、新しく生まれるっていう、聖霊をもらって新しく生まれるね。ところが枝葉の問題、特にまあそのペントカコスト派というなんか一番最初にペントカストハットになった教会としてアセンブリーというのがあるんですけどね、アセンブリーごとの考え方はね、伝道する力やと見るわけね。それからホーリネスは共鳴されるというね、ホーリーだからね、うん、何でも共鳴と考える、聖霊を受けるということは神様から興味の力をいただくことなんだと考えるんですね。それも合ってますよ。清くならなければ神の国に入ることができないということはありますからね。で、大事なのは そういうこともありますけども、一番大切な生きる永遠の命をいただくということです。聖霊はそういうことが私にあれ一番大切な、そういうことですよ、ね、永遠の命をいただくことね。その礼をもらって、この頃からのお弟子さんたちは神様の、イエス様のなされたと同じ働きをする、し始めるというね、それは罪の許しなんです、ね、だからその後にね、イエス様、聖霊を受けなさいと言われた後ね、誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される、誰の罪でもあなた方が許されるなきならば許されないまま残るんだと、ね、これはすごいことなんです。罪を許すか許さないかはこれは神の子供であります。神の子ができること、神様の権限をもらったものができることなんですね。聖霊を受けると神様の子供になるんです。そして神様の子供としても与えられた権限を発揮できる、それは罪を許す権限ですね。罪を許すのは誰のかどないしたんや、許されないかどないしたんやと思うかもしれない。それは罪が許されなかったら私たちは何にも問題が良くならない。問題は背負ったまま一生懸命祈って、もう祈りが聞かれたということはね、問題が解決したということはね、罪が許されたんだということですよね。何も祈っても祈りが聞かれない、そういえばね、罪を背負ったまんまおるということですからね。だから罪が許されるか許されないかはものすごく大切なことですよね。それも聖霊をもらうかもらわないかによってことが決まってくるというね、その権限を発揮できるというか、そういう力を発揮与えられたということはね、
罪を許す力を与えられる、すごいことですね。神様のような力をもらえるわけやな。それも大切に神様のことです。聖霊を受けなさいという一番大切にすること、復活されたね、あと、お弟子さんたちに言われたわけですね。で彼らはそういう力を与えられまして、そして、やっぱ実際に働いたのはペンテコストの日ですよ。ね、でその後いろいろ書いてありますけどね。わかりましたね、まあ。それでもう一つね、この命という動きといえばね、エゼキエルというね、問題もあるわけですね。エゼキエルというバビロンの保証された、幻が見るエゼキエル書というのがあるね。創世エゼキエル書という、あんまりエゼキエル書は開けないかもしれないけどね。エゼキエル書聖書で37章ですね。枯れた骨の復活というね。エゼキエル書37章を見るからね、これを息を吹きかけるというね、ことを一つ関連があるね。エゼキエル書37章にはね、主の手が私の上に臨んで、私は主の霊によって連れ出され、ある谷の真ん中に下ろされた。そこで骨がいっぱいであったと。主は私にそういう周囲を行き前に見ぬぐらされた。見ると谷の上には非常に多くの骨があり、まだ見るとそれは花しく枯れていた。三節、その時主は私に言われた。人の声を、これらの骨は生き返ることができるか。私は答えた。死なの神はあなたのみがご存知です。四節ね、そこで主は私に言われたこれらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい、枯れた骨を、主の言葉を聞け。これらの骨に向かって死なの神は言われる。いよ、お前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。ね。霊を入れたら生き返るんだって。六節、私はお前たちの上に筋を置き、肉をつけ、ひげを覆い、霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。そしてお前たちが、私が死であることを知るようになる。ね。その後そういうそのことが現実に起こってきますね。命じられたように7つにはね、私は命じられたように予言をしたとね。すると音がした。カタカタッと音がして、骨と骨とが近づく。私が見てると、身をその骨と上に水と肉が生じ、身はその上を覆った。しかしその中に霊はなかった。だから改めて主は私に言われてね、霊に予言しよう。人の声を霊に予言して、人の声を予言して霊に言いなさい。主なる神は、神は霊を、地上から吹き来たら霊を、これらの殺されたものに吹きつける。そうすれば彼らは理解る。私は命じられたように予言した。すると霊が彼らの中に入る。彼らは生き返って自分の足で立つ。彼らは非常に大きな集団となった。あれでしょ、ね、ここもこの、まあ、まあその大事なところですからね、漫画に書いておきましたけどね、漫画でね、骨が枯れ骨の復活ということでね、これも現実に起こったこともそのまま、こう、まんまにしましたね。これも2回目出してるけどね。これもう3回でも4回でもですね、書かなきゃならないことですね。神様がこれらの骨は生き返ることができるでしょうか。
生まれた時に主なる神をあなたのみがご存知ですと、ね、2番目霊を生から吹き来たり、そして霊が吹いてきて霊をこれ殺された者の上に吹きつけよ、そうすれば彼らは一回カタ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 音がしてですね、彼らは一回非常な大きな集団になった。それは彼らはイスラエルの前科であるというね、この番組に書いてみましたけどね、これこのこの通りのことはね、今から70年前に起こったね、全世界的に起こった、まあ、これはあのユダヤ民族ね、ユダヤ人、その世界中に2000万、3000万の人だからな、まあ、まあ、もっと多くの人だけどね、あのユダヤ人というのは徳島民族ですね、あのドマと今言っているらしいですけどね、あの世界中に2000年前、今から2000年前、まあ、正確に言うと紀元140年かな、にあのもう世界中に散らされてしまったな、その祖国に帰ってきてはならないというね、国を失ったんですね。でお前らはここに帰ってはならないっていう、ローマ帝国がね、もうイスラエルとユダヤ人の自分っていう、もうそのユダヤの国を支配することについてはね、もう非常に困っていてね、でもユダヤ民族もどこでも行けっていう感じでね、世界にバラバラされてしまって、そしてあっち行ったりこっち行ったりしたんですね。中には日本まで来たという説もあるんですけどね、なぜユダヤの民族は世界中にバラバラに散っていたんです、しりバラバラにね、まあ、主にはそれはヨーロッパが多いんですけども、あのインドやら中国やらアフリカやなんかにねたくさん散っていたんですね、ユダヤ民族はね。そして2000年経ってからね、まあ、正確に1900年ですけど、正確には1900年経ってからあのまた祖国へ帰ろうやないかっていう運動が起こって、そして1948年ね、1948年にあのもっぺん作った国を作ったな、イスラエル教というのね、ユダヤ人が世界中から集まってきて、それでもユダヤ、世界のユダヤ人の3分の1帰ってきたら、大部分はアメリカにおる、アメリカに3分の1、ヨーロッパに3分の1か、ね、まあまあ、他にもいるんですけどね、で3分の1が今国へ帰ってイスラエル共和国を作った、ね、1948年に作ったな、すごいことなんだよ、恐ろしい、これはね、すごいこと、声かけられないんだけど、何がユダヤ人が2000年間国がなかったら帰ってきた、このエゼキエルの予言の通りのことはね、現実に起きてたんだ。でこれはね、あの一応バビロン捕囚というかね、ユダヤ人は世界中に散ってしまったのはあの3回あるんですけどね、最初はあのエジプトに住んでたんですけどね、あのエジプトからモーセによってね、ユダヤ人が引き出されてね、で国を作った、ね、それが最初ね、いや、アブラハムがあの時代に、今から4000年前だけどね、アブラハムの時代に国を作ったのは、国というもの、まあ、国というほどのものではないけれどもね、あの
アブラハムの、まあ、一応なんですか、血族というかな、血のつながってる、アブラハムを中心とした、民族が生まれるね。それでアブラハムに仕えてる、まあ、奴隷というのおかしいけど、まあ、そういう人たちも含めてですね、まあ、数百人ほどのメンバーだったな。それがその、エジプトに連れて行かれるね。そしてそのエジプトで増えていくんですけどね、ものすごく増えるんだけど、だけどそれもエジプトで奴隷の状態におったんですよ。それがその祖国へ帰れということで、神様のまあそういう命令が出ましてね、それでモーゼという人のね、子孫のもとにね、帰ってくることがね、先祖の地に帰ろうという、それは今から3400年ほど前かね、起きますね、そういうことが起きた。それで、ちょっと待ってよ、3400年のうちにね、国に帰ってくることになってね、それでエジプトからね、逃げ出すね。モーセという指導者が来たことがあるでしょ。それでその後また国を作ってから祖国を作るんですけど、僕の計算間違うとか今から4000年前にどうだったっけ、モーセの人のもとに エジプトから帰ってきて、それが国を作って、そしてだいぶ月を取って、今度はバビロンに連れて行かれるんだな。バビロニアというバビロン保守国というのがありますけどね、バビロンに連れて行かれて祖国を、国を失うね。そしてバビロンからまた連れて帰ってこられるというね、まあ、主にね、このカレーモネの遺書という、カレーモネの墓というイデエケール書37章はですね、バビロンにいるエデケールとか、その民族、ユダヤ民族の話が、まあ、主にあるわけですけどね、それが祖国を作るんだということを予言してあると大事に考えられるわけですね。一つはね、だけどそれは現実に起こった、ね、バビロン保守から連れて帰みんなが帰ってきて、そして祖国を作った、ね、それは現実に起こったね。今から2000年ほど昔にね、2000年、まあ、正確に言うと2100年かな、ほど前やな、2200年かほど前になるけどね、そういうその出来事が起きて、それで自分たちの祖国を作るね。それからローマ帝国によって支配されて、ローマ帝国によって国を滅ぼされるという、祖国を失うと、ね、世界中に知っていた。そして2000年ほど経ってからね、まだ祖国国を作ってしまった、ね、もうそれして何度も国を失う、それでも自分たちの祖国を作る、それね、神様の最大な、そんな民族はここにいないんです。でその中でからユダヤ、キリスト教が起こったんですよ。そして神様のユダヤ人が集められたようにね、世界中のその人たちは、世界中にいる例のユダヤ人ね、キリスト教とね、やがて天国に集められるね、この世が滅び、この世が終わる、
この辺の終わりに来るんです。神様を信じない人は天国に入れない、ね、だけど神様を信じる、信じるね、私たちはまた祖国へ帰る、集められるというように天国へ作られて、そして天国に住むようになるね。この世は新しい時代、新しい国が作る、ね、そういうことが分かるね。それがもうその近づいているということが分かるんですね。ですからこのことは現実になるね。いろんな宗教ね、空想みたいな、何でしょう、夢みたいな話してるのが多いんですけどね、キリスト教に書いてあることはね、それが現実に起こってくるんですね。世界中に新しい国が起こるし、みんなこの考えている通りに世界を一つの国になる、そして平和が訪れ、そして全ての人が幸せになる時にやってくるね。世界が起こるね。私たちはこの、みんな死んでいてもね、神様の平和をもらって生きている人はまた神様の霊に満たされて、いよいよ満たされて、そのまんまね、神の国に入る、ね、その時が近づいておりますね。イスラエルの国ある相方みたいだね。どんなもん2000年も国がなかったんですね。その国できるはずがないって言って、世界の人は別にそれ今そういうことを起こるんだという理由で、今から140年半前にね、運動を始めた時にですね、シオニズムっていうんですけどね、そういうシオニズムの運動を始めた時にね、バカにしたんですけどね。それなぜユダヤ人というのは世界中の金はお金を持ってる、ね、そして世界で最も優秀な民族ですからね、実際にそういうことをやるのね。そして国を再建されて、そして神の国の理想の国をのモデルケースとしてね、イスラエルという国が起こってるね。だから砂漠の真ん中、アジアとアフリカとヨーロッパの3つの交わるところね、国を作ったね、世界の真ん中です。そのイスラエルとオギッカワークもね、そういうことが分かるんですけどね、それがこういうエゼキエルの読みの通りのことが起きてる、起きたから、現実に起きたらね。そしてそれはね、また世界中のクリスチャンが神の国に集められるということね、予言しているということですね。だから聖霊を受けるという、ね、ことが大事なんですね。これを読んでたら、聖霊ってなんかね、どこにその霊があるんだ、幽霊の話か、幽霊の部分の一部の話か、死んだ人から霊をもらうんかって思ってもらう。ことだと思う。そういう人もおるかもしれんけどね、私たちは実際に神様の霊をいただくんですよ。そして神様のより神様に近づくことができる、その霊に満たされるようにね。イエス様は私たちに今日も聖霊を受けなさい、ね、言われたね。確認したいと思いますね。お祈りします。天のお父様、あなたの聖霊を受けようと。そして、そうすると、すべての罪が許される。また許さないで、心の罪が残る。神様は言われました。その私たちは、大きな神の許しの宮沢をすることができます。そして、私たちは、この国に入れることができますから。ありがとうございます。いろいろこの大きな働きを、生産的な働きを、私たちも続けることができますよ。皆様の皆によくお祈りいたします。アーメン。